こんにちは。こんにちは。アミックスの中原です。田中です。今日もインスタライブよろしくお願いします。お願いします。はい、暑いですね。暑いです。ちょっと最近暑すぎてこう外に出るのもしんどいっていうお客様とかもね多いと思うんですけど、はい、皆さんどうなんですかね。外出てるんですかね。いやでも結構皆さん暑すぎて出てないみたいな声もちらほら聞きます。そうですよね、はい、なかなかもうなんか危険な暑さですもんね。そうですね。なんかもう観測史上今年が一番暑いらしくて。あ、やっぱそうなんですね、はい、30度とか平気で行きますもんね、はい、そんな暑い中、ね、トレーニングも来てくださってるお客様も本当すごいですよね。はい、ありがたいです。ありがたい中、はい、ということでどういうことでというかちょっと今週っていうのかな、もうすぐお盆に入るんで、まあ、ちょっとそのお盆期間の話だったりとか、まあ、ジムも営業してるので、まあ、そのちょっとお盆期間の営業の話だったりとか、その辺もちょっと今日はインスタライブの中でさせていただきたいと思います。はい、お盆は営業してますね。お盆は営業してます。はい、はい、ちょっとなんか、はい、時間だけ、あ、そうですね、はい、どう変わるんでしたっけ。てか土日祝日はいつも通り8時から18時なんで、うん、そこはそのままなんですけど、じゃあ14日月曜日が平日が通常22時のところがここも同じく18時まで、うんうん、変わりますね、はい、なので11、12、13が14までか、そうですね、11、12、13、14が8時から18時の営業ですね。はい、はいはい、お盆期間もアウェイクスは営業してるのでぜひお越しください。なんか結構そのお盆の期間も忙しいね、こう実家とか地元の方に帰られるっていう方も多いですけど、もうゆっくりするっていう方も中にはいらっしゃると思うんで、もしよかったらはい来てください。で14まで営業して15はあれですね、毎月の定休日で、はい、お休みとさせていただいてます、はい、のでお間違いなく、はい、はい、お願いします。定休日ですね、15、そうですね、はい、毎月も曜日関係なく15日がお休みになってるんですけど、はい、はい、一応店舗自体営業はお休みなんですけど、うん、一応スタッフが何をしているのか、はい、スタッフも休んでいるのかはい、私は受付なんでお休みをいただいてるんですけど、うんうん、トレーナーの方々は、はい、何をされていますかっていうのが、まあ、今日の大きなテーマですね、はい、まあ、定休日、アウェイクスの定休日はどんなことをしているのかっていうのを詳しくちょっとお話ししていきます。はい、はい、お願いします。お願いします。そうですね、定休日は基本的にはスタッフは来させてもらって、定休日にしかできないことっていうのをさせてもらってます。何かっていうと、うちの社長が外部のトレーナーの方だったりとか、そういう例えば先月か7月だったら栄養のエキスパートの方だったりとか、そういった外部の講師の方を呼んでくださって、で勉強させていただいてる。普通やったらこう自分で休みを取ってセミナー、自分でお金を払ってセミナー受けに行くっていうのが、まあ、普通やと思うんですけど、それを会社側でしてくださってるっていうのが結構定休日では多いです、うん、これはもうすごいありがたいというか、普通ではありえないことやと思うんで。そうですね、はい、なんか定休日っていうとみんなも休んでんのかなみたいなイメージある、最初は私あったんですけど、うん、そうなくて逆に勉強、そこでしかできない勉強とか研修を毎月されています。そうですね、されています、はい。すごいでもありがたいですよね、普通やったら自分でこう勉強しに行くべきところを会社側がやってくれてるっていうのは、
なかなかないと思うんで、なんかみんな結構その定休日やっぱり楽しみにして、その休みやからじゃなくって、その普通じゃできない体験っていうのをさせてもらってるんで、というのがまず一つあって、はい、あともう一つはあの自分たちの研修、自分たちでも普段こう普段 あのトレーニングの合間とかでもお互いで研修したりとかトレーニングしたりとかもするんですけど、まあ、定休日によりこうがっつり研修みたいな、自分たちがまあ普段できてないようなことだったり、こうトレーナーのスキルをアップさせるようなこととかをなかなかこうみんな全員こう社員が集まって話ができたりとかする時間っていうのが普段やったらちょっとないんで、時間がちょっとずれてたりとか、なんでそういうまあ自分たちのまあ研修とかもさせてもらってます、うん、はい、こんな感じです。はい。結構研修の内容とかって、うんうん、こうどういう風に決められたりするんですか？自分たちでやってる研修に関してはみんながやりたいことを、うん、各々あの今月の定休日これやりたいっていうのあるかっていうのをみんなでこう意見出し合って、例えばあの足首のトレーニングのこうやり方をみんなでもう一回復習したいとか、あとは脳のトレーニングの勉強をもう一回したいとか、そういうのをまあみんなからやりたいことっていうのを聞いてやってることが多いですね。うん、結構じゃあ毎月その内容というか分類も結構バラバラというか、あ、そうです、そうです。その日にいろいろやったりもします。なんか何時から何時まではこうトレーニングして、何時から何時まではちょっとこう勉強してみたいなのとかもやってます。あとはミーティングもしますね。あの、あ、はい、そのスキルのところだけじゃなくてこう話し合いとか、まあ普段困ってることとかうまくいってないこととかを話し合って、あ、じゃあ次こうやっていこうとかっていう話とか、そういうのもなかなかみんなでできる機会が少ないんで、うん、そうですね、はい、だからその1ヶ月あったこと、自分であったことで、まあ、復習というか振り返りをしたりとかっていうのをさせてもらってますね、うん、はい、はい。でも田中もね、参加したことある、あ、そうですね、あるよね、何回か参加させていただいて、うん、あとはあの勉強会とかもやっぱこうトレーナーの方の専門の勉強とかでどうしても難しいところはあるんですけど、うん、何回かあの、うん、はい、いろんなあのセミナーというか、はい、参加していただきました、ね、でそのどんなセミナーというか勉強会さあのしていただいてるかっていうと、まあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、7月の先月の定休日だったらあの栄養の話をしてもらったり、うん、あとはあの走り方、速く走るためのコツとか、うん、体の使い方っていうところを実際にあの元オリンピック選手の方とかにあの講習というか実技も踏まえて実際にしていただいたりとか、あとはマウィクスでよくやってるのが、まあ、よくやってるというかあの勉強させてやってもらってるのがあの脳トレ、はい、それももう最初、そうですね、私がウェイクスに来させてもらった時は全然知らなかったんですけど、そういう勉強会でそうやって脳の勉強されてる方、トレーナーの方から教えていただいて、今ねこうやってるなんか目の動きとか三半規管とか、なんかそういったところ、感覚器だったりとか、そういった脳の勉強とかもさせてもらってます。なんか走り方の、はい、あのセミナーとか私もちょっとあの、うんうんうん、参加させてもらったんですけど、そうですね、参加したというかもう見学だけなんですけど、なんかあの実際にこうプロっていうかその専門の方がいらっしゃって、うん、普段こうトレーニングをこう伝えてる側のトレーナーの方たちが、うん、なんか、あ、そうなんやみたいな、すごいみたいな、はい、学びをこうされてる風景がなんか新鮮で、そう見てるだけで、ね、はい、楽しかったです。確かにそうですね、普段はこう
お客様に指導させてもらってることが多いんで、そうやってこう、ね、受けさせてもらうことっていうのは確かにあまりないんで、新鮮かもしれないですね、見てるその第三者からすると。なんか詳しい話とかはちょっとあんまり難しいですけど、うん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 、なんかでもやっぱりあのそういう専門の方とかいらっしゃって、動きとかもさせてもらったら、こうなんか素人の私から見てもなんかすごい全然違うみたいな、うん、全然違うんやなっていうのが分かるんで、そうだった、はい、やっぱこう見てるだけでもこう勉強になるなっていうのがすごく分かりました、うんうんうん、そうですね、はい、それこそあの先月やったらその栄養の勉強をさせてもらって、で特にあのの、まあうん、特に野菜の話がすごく、はい、あの印象に残ってるというか、まあ、全部すごい勉強にはなったんですけど、実際にあの話の中でこう大部分だったところがあの、栄養じゃない野菜の話だったんですけど、あの今ねアウェイクスでも結構野菜の話をさせてもらってるんですけど、あの粉野菜の、はい、あのサプリじゃないですね、粉野菜カプセルのやつ、はい、あれちょっと紹介してほしいんですよ。だらない。あ、マジ、はい、飲んでますよね。はい、あの、うん、まだそんなこう長期間では飲めてないんですけど、うん、そうですね、飲ませてもらってます。はい、あの野菜って、うん、大事っていうのは皆さんはご存知だと思うんですけど、私も野菜大事だなとは思うんですけど、やっぱり取れてないし、なんか取るのが難しい、うん、なんか難しかったり、今めんどくさかったりして、例えばコンビニ の, あのサラダにしたりとか、うん、あの野菜ジュースで、まあ、取ってる気分にしてたりとかっていうのが結構多かったんですけど、あの、まあ、野菜の重要性っていうのをそのセミナーの中でもお話ししていただいて、でその中であの粉野菜あのを野菜を旬の野菜か旬の野菜で、でもこう形の悪いものでなかなかあの農協では取ってもらえないくて、味はすごくいいのに形が悪いっていうので、こう捨てられていってる野菜っていうのがすごく多いですね。でそれをあの買って、その捨てられていく形の悪いでも旬の栄養価のすごく高いものっていうのを買って、そこからあのいろんなこう試行錯誤して、で水分を全部バッて取って、もう粉状にしたものを今度カプセルに入れて、でそれをあの取っていくっていうので、あの野菜の粉のカプセルのやつですね、サプリみたいな、サプリじゃないか、もう野菜ですね、形の変わった野菜はい、をあの今取ってて、アウェイクスでも今販売させてもらってるんですけど、はい、それをあの私ももう1ヶ月ぐらいかな取ってて、まあ、変化を感じてるんですけど、実際に田中はどうなのかな。そうですね、まだこうはっきりと体が変わったっていうのはちょっとまだ実感しきれてはないんですけど、なんかでもやっぱりあのもう手軽にあの取りやすいっていうのがめちゃくちゃあの思います。やっぱりどうしてもそのままの野菜の状態だと、まあ、調理の時間とか手間がかかるんで、もう簡単なんでいいかなって流してたところを、あんま飲むだけやし、うん、こう飲めるっていうのがだいぶ大きいっていうのはすごい感じます、うんうん、確かに私も究極のめんどくさがりなんでもう頼りまくってます本当にで野菜ちゃんと取れたら一番いいんだろうけど、あのいつでも取れないじゃないですか。そうですね、でもそのカプセルやったら本当にいつでも取れるんで、それがなんか一番いいと思うし、やっぱり栄養価が高いっていうのが、なんかどうしてもそういうサプリとかにするとあの栄養って落ちてしまったりとか、その作る過程の中でこう添加物とかが入ってしまったりとかっていうのがあるんですけど、そういうのも一切なくて、でやっぱりその旬の時の野菜を
そうやってやってるんで、めちゃくちゃ栄養価が高い状態の粉なんで、なんか私はもう多分1週間後ぐらいに変化を感じて、はい、あの体が朝起きた時がめちゃくちゃスッキリするっていうのが一番大きかったですね。一番いいですね。一番いいです。朝が、朝からもうあめっちゃ軽いみたいな、なんか体重3キロぐらい落ちたぐらいのなんか感覚でした。すごい良かったですね。でそれまでなんかその1週間何か変えたかって言ったら、本当にその野菜を摂るようにしただけなんで、もう絶対それだなって思ってます。結構入ってる野菜もなんかあのビーツとか、あ、はい、シソとか、結構普段なんかこう、まあ、人参とかじゃがいもとかやったら、頑張ったら自分で調理できるけど、なかなか自分で調理しづらい野菜が入ってるんで、そこもだいぶ確かに魅力的ですね。はい、どう作ったらいいんやろこれみたいな野菜も、野菜が入ってる。確かに。だからなんか一番いいのは、私はやっぱりいつでも取れるっていうのと、その栄養価が高い状態のものが取れるっていうのと、今田中が言ってくれたいろんな、まあ、普段パッと取れないようないろんな種類の野菜が取れるっていうのはおすすめというか、すごくいいところかなと私も思います。はい、今どのくらいって言ってましたっけ、取ってから。3日目ぐらいはい。まだもうちょっと多分続けたら、もうちょっとですね。今おっしゃっていただいた1週間ぐらいをちょっと目標に。あのでも量とかにもよるみたいです。あ、1回に取る量、なんかそれこそ朝日さんはちょっとずつを取ってたけどあんまり変わらなくて、ちょっと量増やして取ったら、あの抜群に変わったって言ってました。言ったら野菜なんで、まあ、どれだけ取ってもいいというか、その大体こうサプリとかやったらなんか1日何個とか何錠とか決まってるじゃないですか、でも野菜やから、もう野菜を本当に食べてるっていう感覚なんで、すごいいいですね。はい、っていうあの、まあ、そういったあの野菜とかそういう栄養の勉強とかもさせてもらってるっていうのが、まあ、定休日にさせてもらってることですね。はい、なんか野菜の話になっちゃったんですけど、ちょっと戻って定休日の話ですね。はい、今月はまだ多分やることはちょっと決まってないんですけど、はい、多分みんなやりたいことっていうのを今月はやっていくと思います。はい、結構こう研修とかそういう勉強会とかされて、なんかこう新しいことをこう取り入れた後、なんか結構トレーナーの方とか、なんか新しいトレーニングなんかされてる、なんかトレーニングにこう取り入れられてて、あ、新しいのされてんなって思うんですけど、やっぱそういうところで研修とか、あのこう自分たちで勉強してるとなんかこう変わったりとかってやっぱりありますか？あります、あります、全然あります。でこう新しく教えてもらった技術とかだったら、実際に自分たちでやってこれで合ってるかなどうかなっていうのをやってから、まあ、お客様に実際にあの提供させてもらってて、でそうやっていくと、あ、すごい変わったとか、あ、やっぱすごいなっていうのはなんか多いというか、そう感じる場面がすごく多くて、なんか幅がやっぱり広がるからすごくいいなって思います。そうですよね。結構じゃあその勉強されたこととかもなんかこうみんなでこう話し合ったりとか、あ、そうってこうやんなみたいなのも話し合ったりとかされる、それがないとちょっと自分だけのこのインプットじゃ間違ってる部分だったりとか曖昧な部分とかもあったりするんで、あのみんなで共有しながらやることの方が多いですね。まあ、でも結局その定休日にさせてもらってることもそこで終わって学ぶだけで終わってしまうと意味がなくて、何のためにやってるかっていうと、やっぱり来てくださってるお客様をより良くするために
こういうお客様いてでもなかなか治らなくて、例えば腰が痛くてなかなか治らなくて、じゃあ足首のこういったトレーニング入れてみてで良くなったとか、うん、そういう風にやっぱりお客様 の, この来てくださってる方の目標を達成するためのこの一つの手段として勉強させてもらってるんで、うん、最終的にはやっぱりこうやってアウトプットしていくことがゴールだと思うんで、そこまでしっかりやっていきたいですね。なんか勉強ばっかりじゃなくてしたことを必ずこうアウトプットする、そこまでやっていきたいですね。はい、結構インスタにもなんかこういう方を読んで勉強会しましたみたいな投稿もさせてもらってあるんで、多分見ていただいてる方はああいうことかなって分かっていただけるかと思うんですけど、うんうん、私よくトレーナーの友達に言われます、いいなって。あ、でもやっぱりそうおっしゃるんですね皆さん。絶対もういいでしょうって言ってます。そんなトレーナー呼べるのみたいな。うーん、この前福岡の子とかやったら東京まで自分でお金出して受けに行って2日間で何万ってしたのにみたいな、うん、でもねそれもすごく大事だと思うんですけど、はい、やっぱそういうのを会社でやってもらってるっていうのは同じこのトレーナーの人からは羨ましいってめちゃくちゃ言われます。ありがたいですね、はい、やっぱり朝日のこういうなんかこう人その他のトレーナーの方との縁というか、うんうんうん、つながりのところから読んでいただいてる部分が、そうですね、大半でなってます、うん、本当に。なのでちゃんと成果を出せるようにそう学ばしてもらったことをお客様に提供して、お客様の体を良くするっていうところをみんな目指してさせてもらってます。定休日も頑張ってます。頑張ってますというかやりたいことをやらせてもらってる感じですね。はい、定休日ってこんな感じです。はい。大丈夫ですか。はい、はい、よくわかりました。わかりました、はい、ありがとうございます。そろそろ時間ですかね。あ、はい、はい、ちょっと営業時間だけもう一回教えてもらっていいですか。はい、営業時間お盆前の、お盆前ですね、お盆前、お盆期間、お盆期間が、11の金曜日祝日から金土日11、12、13はいつも通り8時から18時で、14日の月曜日は平日なんですけど、通常22時のとこがここも同じく18時になってます、うん、なんで11、12、13、14が8時から18時廃業になっております。15日はお休みです。16日以降は通常通りです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のインスタライブはこんな感じで、はい、はい、終わらせていただきます。また来週もよかったら見てください。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。